熊野森人は、主に、東京都内で活動する、クリエイティブディレクターである。株式会社、エレダイ2で代表取締役、クリエイティブディレクターを務め、株式会社ゆっくりおいしい眠たいなの、代表取締役も務める。大学の非常勤講師でもあり、京都製菓大学と京都芸術大学で事業を、受け持つ。東京の広告制作会社を経て23歳で、 コスメブランドのアートディレクターとしてデジタルマーケットイベントのディレクションを担当。2007年に株式会社エレダイニを設立。大手企業のブランディングから老舗企業、スタートアップのコンサルティング、PR、デザインまで企業や省庁の課題解決に取り組む。ブランディングや広告制作、大学での講義を通して培ってきたコミュニケーションデザインをベースに 日常生活やビジネスシーンでも使える考え方を紹介している書籍。Amazon ビジネス実用書ランキング1位獲得。他、エレデーにスタッフ。エレジエに株式会社エレダイに2020年6月11日閲覧。ゆっくりおいしい眠、ね、たいな。slowlyummysleepy.jp。2020年6月12日閲覧。 デザイン学部教員紹介京都聖火大学。w w w k y o t s e i k a a c j p 2020年6月11日閲覧。エレジエニ株式会社、エレダイエレジエニ株式会社、エレダイニ2020年3月4日閲覧。株式会社朝、出版ビジネス書、ビジネスコミック、健康。 語学書等を発行。www.asa21.com。2020年6月11日閲覧。熊野森人。うまくやるコミュニケーションが変わる25のレッスン。朝出版。2019年10月25日。に四48億6667万1548。熊野森人。 www.amazon.co.jp.2020 年6月12日閲覧。ありがとうございます。